近年、その経済的な格差というものが世界的なレベルにおいて非常に激しくなってきております。日本においても近いですが、そういうような格差が出れば出るほど、それぞれの地中の水のエネルギーの差も多くなっていくんではないだろうかと思うんですね。そういう意味合いにおいて、まず現在のハイチの問題などはどうしたらよいのかということになってきますと、やはり、世界の国々、人々がですね、いわゆる義援金と申しましょうか、ドネーションを、被災に遭った方々に、提供するということ、それによって、エネルギー的な格差が少しはバランスが平らかになっていくだろうと思うんですね。同時に、経済的な問題ばかりではなくて、今後起きてしまうかもしれない二次災害、つまり一番恐ろしいのは、感染症ということですが、水のエネルギーが低ければ低いほど水の免疫力が低くなるという意味であると私は考えますので、それが低くなればなるほど、感染症がまた起こりやすいような環境になってしまうと思うんです。ですから、もちろん医薬品だとか、そういうものについてはお金の、ことでもって賄うことができますが、水そのものの免疫性を高めるということになってまいりますと、これはお金では解決がつきません。やはり、人々の愛と感謝というような思いが免疫力を培う一番必要なエネルギーでございますので。我々、遠くに住む者でも、ハイチの水に対しましてですね、遠隔で愛と感謝の思いを捧げていきたい、いくべきだと思うんですね。ボトルのに、ハイチの水に愛と感謝をというような、紙を貼っていただきまして、それに対して、できれば朝晩、手を合わせて、祈っていただきたい。そうしますと、水というのはもう、世界中に実はつながっております。水の分子そのものなんですね。で、ハイチの水というふうに特定をした時に、あなたがその、あるいはベッドの上で、祈った、その祈りは瞬時にしてですね、ハイチの水に届くと思います。そしてその数が多くなればなるほど、ハイチの水が免疫力をどんどんと盛り返してきてですね、感染症などが起きるような土壌を作らないということになるんじゃないかと思うんですね。遠くから祈るということについて、なんて言うんでしょうか、いろいろな実験はですね、すでに私だけではなくて、世界のいろいろな科学者がその実験をして、それが間違いのないことなんだということを科学的に証明をされていらっしゃいます。1月の31日にニューヨークのハドソン川で、愛と感謝、水に捧げるセレモニーが行われます。それはもちろんハイチの方々に対しての思いも含めてのことでございますが、例えばそこで祈られた水、世界各地からもたくさんの水が送られてくるようですが、そこで祈られた水はですね、3月の20、21、22と、日本の琵琶湖で行う水と平和グローバルフォーラム、
というイベントに、持って持ち込まれます。まあ、そこでまた世界の人々が一堂に会して、世界の水に対しての愛と感謝を捧げるセレモニーをやっていくわけですが、現在、世界には120の近くの何て言うんでしょう、活断層というんでしょうかね、まあ活発的な断層ということですね、があると言われています。そしてそれらはいつ、まあ、崩れても不思議ではない、すなわち、地震が起きても不思議ではない、ということも言われているんですね。もちろんこの日本の中にもいくつかはあることはご承知の通りです。私たちが真剣になって、その地下の水に対して、すらも愛と感謝を捧げることによって、私はその地中地下の水が非常に免疫力があふれた水になって、ハーモニーな状態で、まあ、存在することができるというふうに思うんですね。すなわちその上に住む我々人間の思いがハーモニー、ハーモナイズされた時には地下の水も、ハーモニーになるであろうと、したがって地震などは起きないということになるでしょう。したがいまして、まあ、この3月の3日間のイベントはそのようなことを皆様にご理解をいただく、私だけのお話ではなくて、先ほど申し上げたように世界の大変な方々も参加されたのことです。詳しくはウェブサイトをご覧いただきたいと思いますけれども、なお3月20日の日には日本で、初めての水からエネルギーを取ることに成功した技術、大政隆信、先生という方ですが、テレビ東京の科学番組で昨年の10月に、紹介されましたのでご存知の方もあるかと思いますが、この技術が発表されます。普通、自らエネルギーを取るなんということを発表をする勇気のある人は今まではなかなかいませんでした。というのはかなりの方々がそのことによって、まあ、犠牲になったり追放されたり不役になったり、まあ、されていることが現実的にあったんですね。それを、まあ、この我が日本のこの琵琶湖の地から発信するということも、もう大変なこれは革命的な歴史的なことであると思うんです。世界各国からたくさんのお客様がお目になりますが、ぜひ日本の皆様が本当に日本から平和を発したいと思っていらっしゃるんだ、一歩踏み出して参加するんだというようなおつもりでこのイベントを見守っていただきたいし、またできれば参加をしていただきたいなと思います。当日は10年前に私が塩谷信夫先生に授かりました大断言という言葉のリードもさせていただきます。宇宙の無限の力がこりこって誠の大和の御用が何になった、あの言葉ですね。そして10年前悪臭を発していた琵琶湖は見事に立ち直りました。人の祈り言葉の力というものがこんなにも自然環境に対して素晴らしい影響を与えているんだということを最初に示した実験の場が琵琶湖でありました。2012年をあと3年以内に残した2012年の3月、まあ、またその心を取り戻して皆さんと共に琵琶湖、今は今回は塩谷信夫先生はいらっしゃいませんけれども、あちらの世界でじっと見守ってくれてると思いますが、ぜひぜひあの時のことをもう一度思い起こしまして、琵琶湖に、ご参集いただければと思うわけであります。どうぞ皆様のご理解とご参加を切に切にお願いいたします。ありがとうございました。